にちは、あかちゃんです。今日は普段やっているメンテナンスの一つ、エアモニのメンテナンスです。ちょうど電池も切れてしまったので、電池交換も含めて簡単なエアモニのメンテナンスについて、お伝えしたいと思います。それではやりましょう。じゃあこっちも外して、これフロントの左ですね。どうしてもね、油を普通に引っ掛けてるんで汚れがすごいんですよね。こんな感じでね、ここも外して、電池はこちら CR16322 を4つ各センサー1つずつつける形になります。で、つける前にですね、油を刺すんですが、こちら、クレさんで、僕はクレさんで使っているシリコンの、グリスを使っています。シリコンの方がプラスチックの方にあんまり負担をかけないということで、こちらの方が、メーカーさん曰くいいということで、こちらの方をおすすめしております。はい、こちらエアモニーですね、センサーです。こちら電池を交換するにはカバーを回して外します。こちら RR というふうに書いてあります。外すと電池カバーがついてますので、これを外します。はい、こちらが、カバーですね。カバーは金具が出てまして、短い方と長い方の金具が出ているので、取り付けるときにこちら短い方を金具につけるようにします。後で取り付けしますので、その時に電池を外すと本体にも同じ形で RR と書いてあるので、もし万が一蓋が違う蓋とっていったことになった時も確認ができます。はい、ボタンの取り付けが終わりました。ボタンの取り付けの後、このカバーをつけるのですが、カバーの方、出っ張ってる金具が長さが違います。こちらが短くてこちらが長いんですけど、短い方を使って金具最初取り付けをします。この短い方を、よいしょ、ここの金属がついている隙間、他は金属ついてない隙間なんですけど、金属がついてる隙間に合わせて、よいしょ、取り付けをします。ちょうど出っ張ってる金具と穴が合うようになってますので、そしたら蓋をかぶせて、完成ですね。こちらシリコンスプレーですね。で、センサーの方を取り付けます。ちゃんと映るでしょう、出てくるでしょうか。よいしょ、電源を入れます。なかなか出てこないですね。お、出てきました、出てきました。あ、出てきましたね。まあまあ、あらかた数値出てきているんですけど、ちょっと空気圧調整した方が良さそうな感じですね。はい、とりあえずエアモニの方きちんと反映されました。電池の方もきちんと、満タンっていう形になってますね。
はい、よかったでーす。はい。それでは今日はエアモニのメンテナンスについてご紹介しました。もしよろしかったらいいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようならー。